Peggy 16.今回はアサルトホライズンはその根っこの部分に手をつけて大きく改造したんです。そして、このままそのエースコンバットシリーズを作り続けていっていいのかっていう疑問が会社としてあったんですね。そこには大きな変化っていうのをまず会社と約束をする必要があったんですね。マジック、You have a read on Mark off. Negative 4-1.エースコンバット04でエースコンバット5っていうものを作って、僕はもうエースコンバットは作れない、もう僕にはエースコンバットは作れないと言って一旦やめた身なんですよね。でそれが再び戻ってきた、その理由はエースコンバットをここまで変えるのであれば、ここまでエースコンバットがリバース新しくなるんであれば、僕がやれることはまだあるかもしれない。で、ある人から言われたんだけど、それを壊せるのは作ったやつしか壊せないっていう話をされて、で、やっぱりそれを聞くと、エースコンバットファンのためにも、あれを壊して新しいエースコンバットを見せるっていうのが僕らの仕事だろうと思っています。結局、エースコンバットを分解していくと、快感ゲームだったんですよ。とても気持ちのいいゲーム。で、その気持ちのいいゲームっていうところに、今まで実はあまり我々は変化を進化をさせていなかった。実際エースコンバット6から以降、グラフィックビジュアルチームっていうのは素材を作ってたんですけれど、全部それは破棄しました。やっぱりあの構図、カメラアングルに耐えられるっていうものは作り直さなきゃいけない。でかつ一つ僕がこだわっているのは、今までのエースコンバットはとてもクリアで、そのいわばすっきりとしすぎた画面だった。今回はとてもノイズ、煙だったりとか細かいノイズだったりとかダストだったりとか、そういう空気の質感、戦場の空気の質感にこだわってビジュアルを進化させています。プレイヤーがミサイルを撃つ、ガンを撃つ、それに対して必ずリアクションが返ってくる。でそのリアクションはエネミーのリアクションだし、環境、周りのリアクションだし、そういうものが全部破壊されてバカバカバカっとこう壊れていく。で、この爽快感、この壊す感じ、空の大量虐殺とも言えることっていうのはどういうこと？最終的にキーワードになったのがスティールカーン。ゲームプレイであそこまでエキサイティングなエースコンバットっていうのは誰も見たことがなくて、それをやるっていうのは皆さんにとって初めての体験、とてもエキサイティングな初めての体験になると思います。正直最高、今までのエースコンバットの中では最高傑作だと思います。